E15 号線は、欧州自動車道路の A クラス幹線道路。ヨーロッパを南北に走っており、基準道路となっている。イギリス、スコットランドのインバネスから、スペインのアルヘシラスまでつながっている。パリ、ロンドンを通り、CTRL、LGV 北線と平行に走っている。エディンバラ、ロンドン、パリ、マルセイユ、バルセロナなどの有名な都市を通過する。 イギリス・フランス間は水路をまたいでいる。英国では E15 にあたる路線はあるが、その表記がされておらず、道路には英国式の表示がされている。E15 号線は、イギリス、フランス、スペインを経由し、イギリス・フランス間には、回路が存在する。ドーバーカレー間ではフェリーが使える。また、フォークストン経由で、ユーロトンネルシャトルが使える。スペインでは、 無料のオートビアと有料のオートピスタが E-15 号線となっている。ベナルマデラ近郊の道路経路は次のようになっている。途中ありかんてで、環状道路を通るほか、一般道の N-345 線や N-357 号線などを経由する。ありがとうございます。